エーベックスのコピーコントロール CD の記録面、帯のようなものがあるのがわかる。これがオーディオトラックとエクストラトラックの境である。コピーコントロール CD とは、主にパソコンでのリッピングやデジタルコピーを抑止する目的で導入されていた技術、もしくはその技術を導入した音声記録媒体の総称である。CCD CC と略される。名称は通称であり、 コンパクトディスクの規格としては扱われない。2000年代、パーソナルコンピュータの進歩によって、CD の音楽データをパソコンにリッピングした後、音楽ファイルを再生して、楽しめるようになった。一方で、同時期のインターネットの普及に伴い、この音楽データを WinMux や Winny などのファイル共有ソフトに違法アップロードする、著作権侵害行為も増加。そのため、 ソニーミュージックエンタテインメントでは音楽データの著作権侵害対策として世界に先駆けて有料音楽配信サービスビットミュージックを立ち上げ他社もこれに追随していたしかし当時の有料音楽配信サービス自体が発展途上であったことからさらなる違法コピー対策が急務となる音楽業界はファイル共有ソフトを使用した違法コピーによって CD の売り上げが減少していると主張し、オーディオ機器での再生が可能ながら、パソコン上へのコピーが不可能な企画として開発が行われた。主に音楽用 CDDA に含まれている楽曲情報をパソコン上で複製したり、リッピングできなくすることが目的であるが、実際には特定の環境でしかコピーコントロール機能の目的を達成できず、表面上は 問題なく複製に成功してしまう環境やコピー目的ではない音楽再生時にまで問題が発生してしまう環境が存在する。また、前述の通り CD の規格外であるため厳密には CCCD の正常な再生動作を保証した対応音響機器はほぼ存在しない。日本国内においては a b x が2002年3月に採用したことを皮切りに他社が追随。 初めて企画が用いられたのは、同年3月13日に発売された、ボアのシングル、エブリーハートみんなの気持ち。アルバム第1号は、同年3月20日に発売された、ルーアズインフィニティのベストアルバム、Do ザベス Best。また、2003年1月22日には SME が、レーベルゲート CD と呼ばれるものを展開し、クリスタル、ケイの、ボーイフレンド、パーシーマイナスで、 初採用されたこれらは当初方角シングルのみへの展開が主だったが2004年からは邦楽アルバムへの採用も開始されている。なお日本国内で発売されている CCCD については2002年より日本レコード協会が CCCD 技術を使用したことを示すマークを付与するよう定めている。ただし強制力はないことから東芝 EMI が CDS-300 方式によるセキュア CD に切り替えた際には CDS-200 よびレーベルゲート CD と比べ機器の挙動が異なることを理由に当該マークを付与していない。また CDS-200 方式の中でもビクターエンタテインメントのエンコード K2 と CCCD を合わせた CCCDK には独自のロゴのみであり当該マークは付与しておらず リアッジに指定された CCCD マークを付与している。また一部インディ系の作品にも CCCD だった作品があったが、その作品すべてリアッジに指定された CCCD マークを付与している。CD 再生時には毎秒数回の読み取りエラーが発生することから、レッドブックの使用に誤り検出訂正の目的でリードソロモン符号を埋め込むと定められている。 CD プレイヤーは再生時に常にこのデータに沿い読み取りエラーを訂正しているが CCCD では意図的に間違ったエラー訂正符号を記録しておくことによって機能が正常に働かなくなることを狙ったものである。多くのオーディオ用 CD プレイヤーおよびアナログモードで動作中の CD r o m ドライブでは訂正が不可能な状態であっても補正機能によって 不自然ではない程度に予測保管して再生することが可能であるが、デジタルモードで動作中の CD-ROM ドライブでは、誤り訂正に成功するまで読み取りを一定回数再出行するため、元々の信号から変化してしまったものと誤認し、正しく読み出すことができない。これにより、音楽データを CD からパーソナルコンピュータにリッピングされるのを防ぐ。この仕組みは、 音響機器で再生された音楽をコンピュータに音声入力してデジタル化することは防止できず CD-ROM ドライブによっては音楽 CD であればデジタルモード時でもアナログモード時と同様に補正機能が働く例がある。加えて Windows メディアプレイヤーなど取り込みに使用するソフトウェアによってはデジタルモードでの取り込みに失敗した場合にアナログモードに切り替えて オーディオデータをコピーすることが可能な場合があり、事実上コピー抑制の役割を果たしていないのが実情である。反対に、音響機器の中にも、デジタルモードで動作中の CD-ROM ドライブと同様に、エラー訂正を優先する実装がされているものがある。ため、その場合は再生できないことがある。なお、EU での流通版では、ミニディスクやダットへのデジタルダビングも禁止している。 CCCD は存在していた。このタイプのコピーガードは SCMS による複製の制限を利用したものであり、レッドブックには違反しないため、他の CCCD で問題になっている、再生上の不具合は発生しない。CD と定義されるものは、前述のようにレッドブックで定められており、CD プレイヤーなどの再生機器は、 その仕様に基づいて作られた CD を再生することを前提として設計されている。それに対し CCCD の場合は各社様々な手法を取り、一般的には CD エクストラをベースに特改変、エラーセクター挿入などの手法をとっている場合が多かった。詳細な構造は仕様が非公開のため不明である。音声記録領域と PC データ領域が 共存しているものには CD エクストラが存在し、CCCD もこれと一部共通した構造を持つ。そのため ABEX が CCCD を導入した時期はこれらが共存、不可能であったため、いずれか一方のみが採用されていた。セラやエブリーリトルシングなどは CCCD の回避目的でディスク内に PV などのパソコン用特典データを 収録したケースも存在する。その他、SME のレーベルゲート CD に及び EMI のセキュア CD で出た製品の一部には CD エクストラとしての要件を満たさないエンハンスト CD 規格によりパソコン用特典データとコピーコントロールデータを共存させている作品もあった。コピーコントロールが機能しているパソコンでは CCCD が再生できないため、 パソコン向けに専用の再生ソフトと音楽データを用意し、制作者の望んだ制限のもとで再生可能なように処理されている場合がある。この機能は Microsoft Windows 専用で Windows 以外のオペレーティングシステムにおいてはサポートされていなかった。これらの再生ソフトはユーザーの同意を得ずに勝手に再生ソフトをインストールするという仕様を持つ場合が多く、 コンピュータ脆弱性の問題が取り沙汰されることにもなった。マッキントッシュとの互換性については、オ帯ア外点ステッカーにマッキントッシュでは再生できませんなどと注意事項が記載されている。しかし実際のところ、iTunes には読み込み時のエラー訂正オプションがあり、再生や CDR への複製ま,またマッキントッシュ用のディスク管理ツール、ロキシートースとチタニウムでも、 CCCD を無視して複製が可能であった。ソニーミュージックエンタテインメントによって発売された CCCD で CCCD 導入当初から抱えていた問題点の解決を図ると同時に PC 用の部分をアトラックンデータに置き換えたものである。構造はファーストセッションエリアとセカンドセッションエリアに分かれている。ファーストセッションエリアオーディオ機器での再生や カセットテープへのアナログ録音、SCMS に基づいた MD や DAT へのデジタル録音は可能だが、PC での読み出しやリッピングができないように CDS-200 と呼ばれるプロテクト技術を採用している。よって通常の CCCD と同じくレッドブックに反しているためコンパクトディスクロゴは入っていない。また従来から指摘されていた CCCD での音質問題を是正するために、レーベルゲート CD では、ソニーミュージックマニファクチャーリングが開発した、カッティング工程のためのピュアデジタルリンクシステムを採用している。このシステムは、ダイレクトクロックディストリビューションシステム、アルトレーザーカッティングに、ピットシグナルプロセッシングから構成されており、ピットシグナルプロセッシングについては、 ソニーがスーパーオーディオ CD のために開発した技術である。セカンドセッションエリアトラック3のデータと転送用ソフトウェアを記録。データは暗号化されておりそのままでは取り込みはできないため専用ソフトのマジックリップを用いる。この時インターネット経由でアクティベーションを行い、ディスクに書き込まれたポストスクライブド ID を元にコピーが初回であるかどうか判断する。 初回コピーのみ無料だが、2回目以降有料で、値段は種類や企業によって若干変わる。コピーしたデータは、ネトムドなどのオパンムグ対応機器へチェックイン、チェックアウトが可能となる。しかし、再生するためには HDD にダビングする必要があったため、インターネット接続環境がなければ、再生自体が不可能であった。そこで、後に発表された改良版の レーベルゲート CD2 では、転送ソフトもマジックリップ2となり、データの再生を直接行えるようになった。詳細は、セキュア CD を参照コピーコントロール CD では、登場当初から多くの問題点を抱えていた。以下に挙げる。前述のように、レッドブック企画から逸脱しているため、CD プレイヤーを発売する製造企業側は、CCD の再生は保障外としており、 事実上、公正な再生が不可能な CD のような形のディスクとなってしまっている。データの読み取り誤りを意図的に引き起こす方式から制御機構への過剰な負担に加えて、ジッターの増加や誤り検出補正機能の作用によって通常の CD よりも音質は悪くなる。一方で AVEX 広報部は CDDA と比較して音質の劣化は一切見られないと。 各種媒体上で反論を見せた。その他、再読み出しするために、同一セクターへの連続飼育などが発生するので、制御機構へ過剰な負担がかかることから、再生機器の製品寿量低下や動作不良を引き起こす可能性がある。これら故障は、音楽 CD としての使用を満たしていない、ディスクの利用による故障。 ユーザーの恋の破損とみなされて、メーカー保証の対象外となり、優勝修理、または修理拒否となる可能性がある。例えば、一時期ビクターエンタテインメントから CCCD でコンテンツがリリースされていた時期があったが、親会社の日本ビクターでは自社製品での再生を保証していない。SME でも同様で、親会社のソニーが販売するオーディオ機器では、 取扱説明書上に動作保障外と記載されている。コピーガード技術については DVD で採用されている。暗号化と異なることでディスク自体に細工をすることでプロテクト解除が可能な場合があり、ドライブによっては CD 同様に読み出せてしまう例も少なくない。また他の防止策と同様コピーを完全に防止することは事実上不可能のため、 再生音質を向上させる、あるいは自分の再生機器で再生を可能にする目的として複製が行われることがある。通常の CCCD とは異なり、PC 用データを条件付きでコピー可能にすることが特徴だったレーベルゲート CD にも以下のような問題点があったことから普及が進まなかった。音楽業界全体という枠組みで見た場合、導入以前から CCCD について反対、疑問詞の意思を見せていたものは決して多数派とは言い,い、固く多くは CCCD が抱える諸問題について実際に導入されるまで比較的無頓着で技術的な知識に乏しいものでは CD がコピーできなくなるというメリットの一点だけを見て気楽に賛成していたものも少なくなかった。実際に SME が CCCD を導入した際に導入前の段階でこれを疑問視し会社まで説明を聞きに来たのは SMEK レーベルに当時所属の数多くの歌手、ミュージシャンの中でもわずかに朝倉大介、奥田民生、エージアン・カング、FU ジェネレーションだけである。CCCD 導入の対象とされた歌手、ミュージシャンたちの多くは CCCD について必要な情報を与えられても それを正しく理解できていなかった。CCCD の持つ技術的な問題点を一般ファンに明確に説明できたミュージシャンも音楽業界を見渡しても朝倉大介などの音楽のデジタル技術に造形が深くこの種の専門的な技術情報の収集、分析ができる知識を持った一部の人物に限定されていた。CCCD 導入当初から アーティスト側にも CCCD に対して批判的なものは見られ CCCD 非導入レーベルから音楽 CD を販売している者も,もいる。アーティスト側だけでなく CCCD をリリースしているレコード会社のスタッフにも批判的なものが少なくなかった。一方で著作権保護を理由に CCCD を容認したミュージシャンもいた。しかしこれがいざ自らの CD が CCCD になってから音質の悪さに気づいて、あるいはファンから CCCD の抱える諸問題について適厳しい批判を受けて、ようやく問題視するようになったというものもまた数多かった。詳細はソニー BMG 製 CDXCP 問題を参照アメリカ合衆国の大手レコード会社であるソニーミュージックエンタテインメントがリリースした CCCD に マルウェアであるルットキットの技術を取り入れていることがセキュリティ会社の調査によって判明した。この事実を受け米国在住の男性がソニー BMG を相手取り訴訟に踏み切った。その後、XCP の動作がコンピュータウイルスに利用された例が2005年11月10日に報告された。ソニー BMG は7日、コンピュータプログラムを削除はせず、機能停止するツールを公表したが、 駆除ツールにバグがあり、不正なアクティベックスを実行しうる仕様になっていたことから16日に公開を停止した。その後、ソニー BMG は該当コピーコントロール CD の回収、交換措置に踏み切った。日本のソニーミュージックエンタテインメント文字社が輸入した該当コピーコントロール CD の回収、交換を行う。c CCD はパソコンのドライブに入れると、 利用者の同意なしに再生ソフトが勝手にインストールされ、このような問題が常に発生し得る状況にある。このインストール機能は自動再生機能を利用しているため、シフトキーの長押しによる自動再生キャンセル操作やコントロールパネルで自動再生を無効に設定する必要がある。2003年度におけるオリコンチャート年間シングルチャートランキング1位となった。 スマップの世界に一つだけの花は CDDA にもかかわらず250万枚以上を売り上げており必ずしも CD 売り上げの減少が違法コピーによるものとは言い切れないことを裏付けた。逆に CCCD を主導した ABEX は2004年3月の時点でコピーコントロール CD 発売前より逆に売り上げを20%も落とす結果となった。 なお2003年の年間オリコンシングルチャートトップ10のうち CCCD は1枚のみ年間トップ20でも4枚だけだった。CCCD の出現で正規版 CD の販売数が増加したという明確な統計結果は得られておらず、むしろ ABEX の売上統計を見ると CCCD 導入後に20%の減少が見られる。単純に CCCD に対する抵抗からと判断することはできないが少なくとも本来の導入目的である正規版購入の促進による売上増加の達成には程遠い結果となった。前述の通り CCCD は多くの問題点を抱えたまま発売され結果的に CCCD が抱える問題点の解決策を見出せなかったために この種の方式を採用し続けてきたレコード会社に対して購入者、ファンやミュージシャン側からの不満が続出した。また、CCCD の登場段階以上にリッピング行為 iPod を代表とするデジタルオーディオプレイヤーが普及し iTunes Music Store の登場により CCCD 自体が CD プレイヤーを破損する危険性が高い上に コンパクトディスクとの再生互換性の保証もなく、音楽ソフトとして問題が多いディスクという認識へと変わっていった。この代償は大きく、CCCD 導入の先陣を切った ABEX は、2004年9月22日以降、発売の作品は、作品ごとに CCCD を採用するかどうかを決定する形へ緩和することを発表し、その後段階的に撤廃して、 CDDA でのリリースに戻した。SME も同年10月以降段階的に廃止し、同年11月17日以降に発売する新譜は、すべて通常の音楽 CD で発売すると発表した。ABEX の CCCD 撤廃は、当初販売用 CD に対してのみ行われ、レンタル用、プロモーション用にはほぼ全面的に、あるいは販売用であっても一部のアニメ関連作品、及び、 クラシック作品には CCCD が導入されていたが2007年1月以降は前述の一部のアニメ関連作品及びクラシック作品に加えレンタル用にも CDDA での供給が開始されている2005年7月27日には SME がレーベルゲート CD で発売したアルバム105タイトル10月26日にもシングル190 タイトルの計295タイトルが CDDA として再出荷されると同時にレーベルゲート CD 商品はすべて廃盤となり、店頭からはほぼ消滅した。再販にあたって品番が変更されており、品番の古いものが廃盤になっている。ただし、レーベルゲート CD の中古及びレンタル版については回収の対象外となり、現在においても置き去りにされた状態である。 また、複製サービスも LGCD は2006年11月30日、最後まで CCCD 推進の立場を崩さなかった東芝 EMI は、その後も CCCD 撤廃を検討せず、セキュア CD なる新方式を採用し導入を続けていたが、2006年に CCCD でのリリースから事実上撤退し、2006年6月以降、リリースは行われていない。 2020年現在、新婦で CCCD がリリースされることはなくなり、CCCD でリリースされた一部がそのまま継続販売されているのみである。完全撤退事実上撤退原則として導入なしほか多数。これらの会社はその実効性等に疑問を呈する見解等から当初から CCCD を導入していない。ただし、 CD プレス工場を有していた日本コロンビアおよび NBC ユニバーサルの前身であるパイオニア LDC 参加の CD プレス会社であるパイオニアビデオは他社からの依頼に対応するために CDS-200 のライセンスを取得していた。ありがとうございます。